ですけどね、うん、あの選挙活動 の、 あの街頭演説とかってめっちゃかっこいいなと思って、うん、あめっちゃかっこいいあんなもん、そうそう、あんなんでな、大体こうおじいちゃんとかおばあちゃんとか人がたくさんいるところに選挙カーを止めて、はい、その上に立って街頭演説みたいなのやってんねんな、でその横でウグイス嬢がおって、そうそうそう、僕のことをちゃんとね紹介してくれるめちゃくちゃ若い子やねんな、ちょみんな聞いてー、この子な太平子言うんだけどほんまにおもろいしマジで信頼できるからめっちゃ強気一票入れたって、クソギャグよ、なんでウグイス嬢がそのクソギャグやねん、そんなおっちゃんも入れたって出馬してんねん俺は、マジでマジでやるよ、ちゃうねん、こういうのはなめちゃくちゃ緊張感があるねん、どうやねそれ、いやどうも皆さん、今回は会社のお騒がせ、お騒がせ、お騒がせしております、この演説が始まるのアイス聞こえない、周りのムスボーボーイ、おーおー